お三方がホリデーを連想する馴染みの味は何ですか？ケーキかな。ケーキ、やっぱホリデー。クリスマスケーキとかかな。誕生日とかなんかホリデーじゃないけど、まあ、食べるし、特別な時にしか食べないかな。確かにケーキってケーキとかって特別な時にしか食べないの？まあ、ね、そんなことはないね。普通に食べたりもするけど、ちょいちょい食べてる。でもこう高いやつとかね、スーパーで売ってないやつはやっぱ特別な時にしか買わないかな。なるほどね。ホールで買うとかさ、なんかまあね、特別な日もホールでは買わんな俺は。家族と暮らしてるとかならわかるけどね。そう5人家族ですって言ったらホールわかるけどね、やっぱホール全然食えるからな。すごい人ね。一人で全然食べられる。1日は無理だけど2日とかあればマジ食べられるんだよな。すごいね。信じられない。ケーキさ、すごい美味しいと思うんだけどさ、その2切れ目食べた瞬間もう頭痛が止まらなくなるんだけど。まあまあね、まあ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 あるよね、なんか食べ過ぎると頭痛になるよね。なるよね。ホール食うやつが本当に分かってくれてんのか。いやいやいや、俺もあの食い過ぎると、その私の中での食い過ぎるはね、そのまあホールの1,2,3,4個目ぐらい。ああ、そうそう。ああ、そう。でも牛乳とか挟んでば全然。なんで牛乳でいけんの？なんかコーヒーとかじゃないの？牛乳であれば結構いける。どんだけ牛乳すげえんだよ。濃厚かける濃厚でいってるね。牛乳は全然あの、結構リフレッシュする感じの味なんだよね。生クリームとほぼ一緒なんだよ。本当にそう。そうだよ。まだ足すかっていう。牛乳の成分を。乳を。乳製品をまだ足していくか。取り入れるか。山ちゃん何かありますか？まあ冬だ限定だけど、あのやっぱりすき焼きとかかな、なんか。ああ。なんかね、大晦日とか、母の実家北海道なんだけど、帰省すると、なんかすき焼きやったり、まあ鍋とかもやってたけど、よくやってて、そのイメージはあるかな、なんかね。みんなで囲むものみたいな。ああ、いいね。まあ、カニ？カニとかかな。まあ、やっぱ正月とか、なんか結構カニをよく食べるのね、うちの実家。で、そのカニをその綺麗にむき身にすることを、すごい子供の頃から目標にやってたから、そのイメージは結構あって、なるほど。つるんってこう完璧に取ることに長けてはいる。それがやっぱ記憶的には強いかな。カニのイメージは結構あるわ。俺はカニ食べるのうまいよ。あ、うまい。北海道でさ、あ、それこそ食べたから、足の根元みたいな食べるの難しいとかあるじゃん。分かる。足とか鍛えられた。なんか俺一回ね、なんか友達と何人かの旅行行った時に、おかみさんっていうかその旅館のおばちゃんがカニを抜いてくれるみたいな、なんか自分で抜きますかみたいな、あ、私抜きましょうかみたいな。俺さ、その結構そのカニ剥くの得意なのよ。やろうかなと思ったんだけど、あ、もう全然やってくださいって言ったらさ、なんかもう、ザーンみたいな感じで、もう一瞬で剥き終わって、もう、世界を感じた。これが世界レベルかと。俺なんてまだまだ地区大会レベルだった。あ、そうなんだ。早すぎる。プロ中のプロ。プロ中のプロはもう、なんか手の痛みとかないんだろうなって思うぐらい。痛くてさ、こうできないじゃん、結構。もうそんな。マジで早かった。すごいおばあちゃんいるよね。すごいな、それは。マジで、あれすごかった。